A4 の用紙に映像のような線や星印を書きます。点線の右側にある5センチメートルの目盛りの上に画鋲を置きます。点線の上にポケット用ミラーを立てます。点線の左側にある5センチメートルの目盛りの上に画鋲を置き、鏡を立てても取り除いても同じに見えることを確認します。星印から鏡に映った画鋲までを結ぶ直線と鏡が交わる点に印を書きます。点線上の印から記録用紙の星印までと点線の右側の画鋲までをそれぞれ線で結びます。点線上の印から点線の左側の画鋲までを直線で結び、引いた線の様子を観察します。